おはようございます。今日はベトナムについて3日目の朝です。これから朝ごはんを食べてプールに行きます。このホテルのプールがめっちゃ綺麗らしいので楽しみ。そして今日はホイアンっていうところに行くので、その様子もお届けしたいと思います。めっちゃ眠い。はあ。こちらが朝食です。すごいベトナムならではのフルーツ、パンもある。今日は、昨日はね、これなかったんだけど、あ、卵もありますね。フォーもあります。たらーん、イケメンのお兄さんが焼いてくれたオムレツ、イエーイ。あとなんかパン、あとこれフォー、フォーかな、うどんみたいなやつだよね。うどんみたいなやつ。まだ撮ってない、撮ってるよ。大丈夫、気にしないで。はい、一瞬でついてもらいます。あ、おいしい。うまい。うまいよね。やばい、食べなきゃかも。うん。でもちょっと。あ、このじゃがいも美味しい。美味しい。クランブルエッグ。グアバ。うん。このうどんみたいなやつ。最強の食べ方してる。そう、やばい、最強の食べ方してる。このままだと迷ったんだけど、こうしちゃった。すごい、超うまそう。生焼き卵焼きはマジで美味しい。美味しいね、うん、上手、あのお兄さん作る。美味しい、うまいよね、うん、見た目も、うん。お朝、間違えた、朝ごはん食べてあのホテルの屋上のプールにやってきました。すごい、ルーフトッププール最高なんですけど。うわー、今年初プール、楽しみ。ちょっとすっぴんなのでサングラスで、イエーイ。今日の水着はH&M で買った水着です。うわー、最高、めっちゃ天気、いやー、ピーカーン。君が笑ってくれればいい、そう言って僕に払いかけた。ちょっとホイアンに行く前にベトナムのロッテマート的なところに来ました。オーガニック。おやつでバナナチップス。うまい？うん。おいしい。食べよう。とんでもない数の牛乳が。ね、子供が好きそう。私は無理。うわー。なんか給食みたい。そうだね。ベトナムの箸さ、マジ食べやすい。なんか。あ、なんかボコボコについてきて、うん、Thank you。 たらーん、うまそう。イエーイ、いただきまーす。なんかハワイみたいなとこに来たよ。イエーイ、すごい、波高いね、ちょっと高いね。こっちは多分海沿いのホテルみたいな。
すごい、砂も綺麗。ヤシの木ってやっぱいいね。これから本屋に行きまーす。ウィー、あちぃ、マジで焼ける。かわいいね、ちっちゃくてね、うん、うめえで、うめえでなんか本屋なのにめっちゃゴリゴリのヒップホップなんです。ヒップホップっていうか、なんかよくわかんない、ノリノリなやばいなんだろうこれえい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 、なんか違うらしいよ。あ、違うんだ、うん、ただ乗ってるだけ、あいつらだけじゃんの、今回見たの見た。あ、そうなんだ、すごい。こんにちは。あ、すごいカラフルな、あ、涼しい割となんなんこれとりあえずてか本当に空が綺麗。すごい、またパリピがいる。ベトナム。お、ベトナム。カンナムスタイルやばい。なんでカンナムスタイル？バイバーイ。何を撮ってんの？カニ？ミソン来た。うわ。回ってきたけど、すごいカオス、カオスなツアーだった。なんで EDM かかってんの？ココナッツジュース。美味しい。ガチココナッツ。めっちゃ美味しい。ちすごい、ココナッツの中身がこんなになってって知らなかった。プルンプルンやん。美味しい。杏仁豆腐みたい、なんかプルプルしてて。すごいよ。やる気あるかな。休憩しまくってる
家だね。ちょっと行くよ。嘘でしょ。あれ。ああ。ポコボックスで休憩してます。絶対スムージー。私はこのグッドモーニングホイアン、バナナ、シナモン、ヨーグルト、スーベリー、ハニー、なんちゃらかんちゃら。これでだって400円ぐらいだもんね。高いから普通に、まあ、高いってかベトナムでは高い、ベトでは超ちょい高。続きました。なんかスムージーとか超久々に飲む。スムージーとか超久々に飲む。イエーイ。すごいね。これはもうすごいね。これすごいね。何回も言うけど。これすごい、みんななんかボートみたいなのに乗ってる。これをみんな、ランタンがいっぱいあります。キラキラ、綺麗だね。めっちゃ綺麗。あ、お線香の匂いすごい。ディズニーランドみたい。テーマパークでしょ。あ、そう。アミアミバッグ。違う、近かった、すごかった今。買います。私は海鮮チャーハン。ここなんかすごい賑わってて美味しそうだよね。
あと空心菜いきます。なんか不自然な気がする。おいしい。空心菜楽しみ。ね。今絶対やってるよ、どこも。ネクストイズ空心菜、空心菜が来る頃にはチャーハンはもうこんな食べ終わりましたお腹空いてた、いただきます。今日はめちゃくちゃ動きまくった一日でした。なのでこれからお風呂に入って寝たいと思います。見てくれてありがとうございました。ベトナムクソアチ、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。